はい、こんばんは。猫、ね、ゆうなです。今回は私が使っているボイスチェンジャーについて紹介したいと思います。えっとですね、ま、後ろに出ている通り、アプリケーションの名前はクローンフィッシュボイスチェンジャーと言います。Windows 専用でフォルマントは変更できず、ピッチだけ変えられます。ピッチを変えるとフォルマントも一緒に変わるパターンですね。 恋恋とかだと、ピッチの設定とフォルマットの設定を全く同じに設定しているパターンとなります。はい。使い方はすごいとっても簡単で、ルーティングソフトがいりません。なんとですね、ボイスメーターバナナとかネットデュエットみたいなルーティングソフト不要で、すべて マイクに入力した音声が、もうボイチェーン済みでアプリケーションに渡されます。The Ultimate System-Wide Voice Changer for Windows と歌われているのですが、それがその機能なんですね。使い方もすごい簡単で、結構こんな感じでクリアな音声が出るので、私は気に入っています。他にもロボットボイスとか、 宇宙人ボイスとかできるんですが、声の変化の付け方については、プリセット限られているので、ちょっと物足りないかもしれませんね。やり方なんですけれども、まあ、最初に公式ページに行ってもらって、このダウンロード 64bit、32bitVST の方うをまあ選択してインストールします。 クリックするとエグゼファイルになっていてインストーラーになっているので次へ次という感じで進めていってください。で、インストール完了するとデスクトップにこの渦巻きアイコンのソフトのアイコンとかが出るのでダブルクリックして起動します。起動すると、ここですね、タスクトレイのところに起動した状態で入ります。 今、渦巻きが色ついてるんですが、これが、オイスチェンジャーがオンになっている状態で、ダブルクリックするとオフにできます。もう一回ダブルクリックするとオンになります。ちょっとね、私、オフにしちゃうと声がバレちゃうので、今試さなかったんですけど、できます。最初にセットアップを実行します。 ボイスチェンジャーをかけたいオーディオデバイスを設定する形ですね。セットアップボタンを押すとこういうダイアログが出てきて、ボイスチェンジャーをかけたいオーディオデバイスが一覧が出てきます。リムーブとボタンがなっているものは、ボイスチェンジャーがセットアップされている状態のもの。インストールと書いてあるものは、まだボイスチェンジャーが通らないものになっています。 普段使うマイクにインストールしてください。次に、ボイスチェンジャーでかけたい音声の設定をしていきます。このメニューを開いて、セットボイスチェンジャーをクリックします。そうするとこんな風なのが出てきます。好きなボタンを押して、まあ、声を変えるという感じです。 ただ実際に私みたいな、まあ、声を変える場合はカスタムピッチを使うことをお勧めします。カスタムピッチを選択して、ここのスライドを動かすと声が高くなったり低くなったりします。で、えっと、実際にループバックしながらじゃないと調整できないと思うんですけれども、 このクロンフィッシュボイスチェンジャーでは、ループバックする機能もデフォルトで入っています。や、マイクロフォンを選択すると、自分が喋ったマイクの音が、まあ、ボイスチェンジャーかかった状態で、ループバックして、スピーカーから出てきます。これでは、チェックボックス式になっているので、これにチェック入れた状態で、さっきのバーを動かすと、声をいい感じにできます。 以上で設定した状態でターンオンになっている状態。さっきターンオンっていうのは、ここがランプ光っている状態ですね。オンにするとボ物心じゃかかると思います。で、もうここまでできたら、 Windows 10ならボイスレコーダーを開いて、こんな風に録音すると、普段使ってるマイク設定してるだけなんですけど、こんな風に録音すると、普段使ってるマイク設定してるだけなんですけど、こんな風にもうオーディオ変換されたものがアプリケーションに渡っています。 なので VR チャット使っていたりだとか、まあ、他の OBS 使っていたりとかでも普段使ってマイクを選択してだけでボイスチェンジャーかかってしまうのでとっても便利です具体的にどういう仕組みになっているかというともうここは完全に打足なんですが下のドライバーの層の手前のところでオーディオエンジンに組み込まれていて これはもう Windows の中の仕組みですね。ここの部分でボイス変換をかけているという仕組みのようです。ライセンスがちょっとわかりにくいんですが、一番下まで行くと、ここにライセンスというのがあって確認することができます。まあ、比較的自由なライセンスになっているので、私は使いやすいなと思いました。 他にもちょっと変わった機能がありまして、実は VST プラグインのホストのサポートが入っています。つまりですね、自分の使いたい自由な VST をあらかじめ登録しておくと、この透過的に行われる処理に自分の好きな VST を一つ組み込めるという機能になっています。なので、プリセットが気に入らない ロビーとかを使いたいという場合は実はこれを踏み台にして設定してやればいい感じにできるかもしれません私はデフォルトのこの状態を使っているので何とも言えないんですがというわけであまり認知がないような気がしたクローンフィッシュボイスチェンジャーの紹介でした惜しく長くなっちゃいましたがどうもありがとうございました